ネポラボのリーダーって誰？リーダーはいないね。リーダーはいません。ラミがまとめる、進める、ネネが当日盛り上げる、ポルカが当日盛り上げる、シシロンが当日ゲラル。いないです。リーダーはいません。日によって違うのもあるな。やっぱダンスの部分ではネネが引っ張ってくれたり、その、なんだろうな、運営さんとの話の取りまとめ、ラミか。ラミとかシシロンとかがやったり、とか、やっぱその、もの、にもよって違うけど、オマルンはな、やっぱ体調が悪い時もあるから、あんまり無理をさせられないっていうのもあるな。やっぱオマルンはオマルンとして自由にやってもらうのが、やっぱ一番面白いし、盛り上がるし、それがオマルンって思ってる。ネネとかもそうね。ネネの良さって、いろいろ、ルールのもとに敷かれたネネじゃなく、ルールの敷かれてないネネが一番面白いから、そう、オマルもネネも。でナミは未来栄光、過去もずっと、やっぱ裏方気質なところがあるんで、っていうね、はい、感じですね。あとね、シシロンはやっぱ万能だね。すごい、何をやってもらっても全部できるって感じ。ネネは戦士タイプ。でも昔からね、ネネは主人公タイプって言われてるけどね。そう、ネネは主人公って言われてるね。ラミーはなんだかわからん。ネポラボみんな違ってみんないい？いや、そうよ、本当。ネポラボはね、マジでバランスでやってきてるからな。表に見えるところ以外でも、ネポラボって支え合ってると思ってるんだけど、みんなネポラボはみんなのいいところをちゃんと見て、こういうとこもあるけど、でもこういうとこはいいとこだから、そう、こういういいとこを活かせるようにうちらでサポートしようとか、そういう感じをみんなこうやり合ってるって感じ。そう、うまく支え合ってると思ってる。あとね、リスナーさんのことをみんな大好きだと思う。マジでこれ本当にそう思う。みんなリスナーさんはファンの人に対して思いが強いから、他のファンの人が嫌な思いしてほしくないとか、やっぱ一人でも多くのリスナーさんが喜んでもらえる構成にしたいとか、そういうのをね、すごいやっぱりみんな共通で言うから、意見がまとまりやすい。じゃあこうしましょうとか。でもメンバーの方にちょっと負担が大きくなりますけど大丈夫ですかみたいになると、みんな、いや別に自分たちの負担はいいですみたいな、そんなうちらがやることなんで全然大丈夫ですみたいな感じで、みんなリスナーさん第一って感じ。そう、なのでね、今後もきっとネポラボは何もなく問題なく、今後も何周年迎えながら4人で頑張っていきたいと思ってますよ。